そっか、よかった。あのオナニーは衝撃的だったからな <laughs>。お前、秒でセクハラだな <laughs>。想像内のセクハラだったらイッカーじゃねえからな、お前。でも、過剰な気遣いや、そうやって図書室の、オナニーのことを忘れてくれないところは嫌いです。マジオコです。<laughs> マジオコっていう顔しないじゃう <laughs> もう殺すぐらいの勢いじゃないか、それは <laughs>。 <laughs> マジコロだぞ。はい、気をつけます。気をつけた試たしねえじゃん、お前。も <laughs> 口先だけのやつがよ。サノバウィッチ。タイムががが鳴り昼昼休休みみ始まるとと教室内のの空気が一気一にほぐれるおっと翌日の昼休みですかいや、これまたモンハンでラビィさんとお供したいな。てか、ラビィさんの正体知りたいな、いい加減。巡るの可能性がほぼほぼ99%って感じなんだけど。いや、昼飯どうすんのんいつも通り学食だけど。じゃあ、一緒に行こうぜ。お前がいるってことはモンハンできねえじゃん。<laughs> おい、やめろよ、そういう神イベントを逃させような恋は。それはいいけど、 ごらんぞそんなの期待したこともねえよああ人とも学食私も一緒に行くよおい神イベントじゃねえかわか <laughs> なきてくれるなら嬉しいなちょっと男同士のむさ苦しい昼飯のシーンなんていらないからな今日は一体何を食べるかなええのエビフライはうまいけど高いからな俺はどうしようかな親子丼にしようかなあ丼物 いいよな早く学食いけよもはらなんなら話すんだったらカ菜の食べたいもの聞きたいんだけどこっちは <laughs> エビフライだろうが親子丼だろうがどっちでもええわメンズの食いたいものに興味ないてねえわ私はたつた揚げ定食にしようかなあ、やっぱ予想通りというか結構ガッツリ系なんだね <laughs> これでなんかサラダとか言い出したらどうしようかとたま <laughs> の方やってるから胸とたたねえんだよってツッコミ入れようと思ったのにああ、たつた揚げもいいよな迷うなお前迷いたいだけじゃん <laughs> なん ななんだかんだだだかか食食ううう時よよりもこのの何を食おうかなっていう時間の方が幸せだよねでも、竜田揚げ定食とか大丈夫なのわカらちゃん太っちゃわないここにもデリカシーのないやつい,いのが <laughs>。そんな気軽に女の子に太っちゃわないとか聞くな。竜田揚げ食いにくくなるだろうが。お前って本当に一言多いよな。お前に言われたくねえと思うぞ <laughs>。どっちもどっち <laughs>。 星しなも似たようなもんだけどね。若菜全然気にしてないんだね。だ <laughs> てにこの二人とずっと一緒にいるだけはある。マジで自覚ないの怖っ。<laughs> お前ほんと立ち悪いな。昨 <laughs> 日の散々めぐるに怒られまくって、なんならネネにまで殺害予告されたのに、全然気をつける気配ねえじゃねえか。自覚なかったのつで言われた。そうだったのか。気をつけよう。相手を怒らせたくないし。<laughs> お前の能力ほんと無能だよな。<laughs> 必要な時全然発動しんやん。あのね、カイドウ。食べた分のカロリーを、ちゃんと体を動かして消費すればいいわけさ。なんか頭でいいこと言ってんなこいつ。フフフフ。入る分のカロリーはすぐ増えるけど、減る分のカロリーなんて全然大したことないからね。おお、なるほどな。フフフフ。バカ増えたな。フフフフ。なるほど言ってるやつで、本当に話理解してるやつ、見たことないんだよな、俺。ということで、体を動かすからちょっとサンドバッグになれや、こら、カイドウ。あ、先に消費から始めるのね。<laughs> そしたたらら空いた分のカロリー埋められるもんね <laughs> ちょ、ちょっと待てよまさか本気で友達を殴るつもりなのかあきら慌てすぎだろ <laughs> こんなか弱い女の子のパンチなんてそんなビビるほどのもんじゃねえよ絶対ありがとうございますビビってなかった <laughs> ごめん、俺はお前を舐めていた <laughs> ね、本当に気を抜けばすぐ忘れちゃう。影に隠れまくった特殊性癖だよね <laughs>。<laughs> 結構パート1からたびたびアピールはしてくれるんだけど、アキラのこのド M っていう設定毎回忘れちゃうんだよな。ま、まあ仕方ないか。俺が口にした不用意な発言が原因だしな。それぐらいは我慢するさ。<laughs> <laughs> 殴られたいじゃん <laughs>。<laughs> なんとかして殴ってもらおうと、しょうがない感を演出しようとするな、お前は。さあ来い <laughs> <laughs> 一回喜んじゃった姿見せてんだからもう。バカナは拳を握れないよ <laughs>。これが戦わずして勝つということなのか。やだ助けて欲しいなバカナ今のやだかわいい <laughs> 最高にそそる。できれば襲う側になりたい。手遅れだ。そっとしておこう。そんな俺たちが学食に向かっていると、下級生が通りかかった。お、めぐるかまだ特別党じゃないのにめぐるが出没するだと<あ> <laughs> <laughs> その先輩に会うたんびに気まずそんな顔するのやめてよ <laughs>。なんか、あ先輩って元気な感じで言ってくれよ。チャンネル登録。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画で。バイバーイ